友人から聞いたんだが、その逆売り鎧を仕立て直しましょうか。お体の傷も減りましょう。より頑丈になりました。助かった。お侍様、お譲りいただけるものはございますか？お探しのものがあるといいんですがね。お役に立ててください。お目が効きますね。役に立ちますよ。お役に立ててください。ジン、待ってたよ。なぜあの者らは町の外に？モコが槍川を囲ってて入れないんですよ。叔父上の宿敵と手を結ぶは難儀かと思ったが、なるほどな。向こうも味方が欲しいんだ。うまくいく。ではまず猛虎を打ち払い、助力を願おう。槍川の者と話したいが、町に入れぬのではな。いや、入れる。隠れ道があるんだ。それは子供の頃の話だ。もし残ってたってたどり着けないだろう。やるかいはある。それじゃ猛虎の陣立てを見られる場所へ行こう。この町へまた戻ってくるとはね。どこを見ても昔が蘇るよ。じゃあ目をつぶってな。では乱が起きる前に映っていたのだな、大綱に。あのことを話したのか？大綱に用があってね、手を借りた。一と会えたの？後で話してあげる。この音ってもしや。町へ向かってる。ここは待て。消えたね。開けろ、ノブ。こっちだ。来るんじゃなかった。今さら何さ。だってこんなところ。俺も故郷に戻るときに思い患った。だが行ってよかったと思う。敵に囲まれてるね。もうおしまいだ。ユナ、隠れ道はどこだ？壁沿いに川が見えるだろう。あそこまで行けりゃ案内できるよ。敵陣を抜けるなんて無理だ。それに隠れ道が猛虎に見つかれてもしたら、槍川の民が殺されます。タカ、お主の火事に命を預けた。お主も俺を信じてくれ。承知しました。川まで無事にたどり着けるでしょうか？手はあるはずだ。こちらから仕掛けて猛虎を退けるか？それはいけません。そうだね、勝ち目は薄い。あの壁長くは持たんだ。アザモと同じく槍川も直に落ちよう。槍川の連中、捕まるより死を選ぶだろうね。隠れ道はあそこにあるはずだ。あの白い木の奥。猛虎に見つかっておらぬとよいが。陣立てを抜ける手はないか？川まで進めば見つからずに隠れ道を探せそうだ。まさかそれが策？残っているかもわからない隠れ道のために見たこともないほど大きな陣立てを抜けるんですか？離れるでないぞ。もちろんです。行こう。
槍川なんかで命をかけることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱにゃ、槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。いえ、俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。本当にやるんですね。走れるな。チュハロのめてて、あすがどるすのあるわい、あすこい。でるてんばらばよ、えんたるくこいつばい。はるちな、はるち。めっちゃわかんちだ。ならばくるちゃそばい。ひるべしてなぜ。てんはるわちわん、こんなすかどんじ。ふごさむらいちのんそんたいばん。走れない。川までついていくんだ。だよね、戦わせた。槍川の侍、もう片方は地頭の範囲か。そっちがいつも負け。愉快な遊びだ。滝の裏だよ。まだあるよ。これは使えるね。兵糧を溜め込んでおったのか。町に入ったら私が話す。そうしてもらおう。何者だ。どうやって入った。私はここの生まれだよ。猛虎に見られたか。いや、それより猛虎の囲いだが。己侍の格好なんかしやがって。誰から剥ぎ取りやがった。いや、どうじゃない、クロード様だ。クロードだと。宇治政様に会わせるが、妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ。佐藤さんにお知らせしろ、直ちに。宇治政、槍川殿の末の息子の名だが、槍川家は叔父上が追放したはず。影じゃ未だに槍川がのさばってる。乱は沈められても志村家を恨む奴らがその度に生まれるんだろう。猛虎が橋を渡ってくる。お主ら、ついてまいれ。離れるでないぞ。何でしょうか。何やら騒がしいが。こりゃまずい。頭もいる。町を落としに来たの。猛虎は何が望みだ。アンバルメンズ、槍川の民よ。我が名はテムゲ、この部隊の長だ。己らの返答次第で未来が決まる。道は二つ。我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば、情けをかけよ。さもなくば己らにむごたらしい死をくれてやる。どちらかを選べ。長くは待たんぞ。去ったな、行くぞ。槍川が下れば叔父上は追い詰められる。心配ない、やすやすとは降伏しないさ。戦ったら町は血の海だ。槍川とて助けがいるはずだ。手を結び共に猛虎を撃てばよい。槍川は志村様を恨んでいます。生き延びたくば遺恨など忘れねばならん。根が深いのさ。佐藤様がお会いになる。俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ。酒井殿。宇治政殿か。いやはや志村殿の甥子がよもやあのクロードの正体とは。知られれば罰されましょう。かつての我が槍川一族のように。それは反乱の報いであろうが。昔のことだろう。今はこの島の危機なんだよ。こちらは下女ですかな。槍川の出だよ。だが地頭の手下になったか。いや、この酒井の一味さ、クロードのね。囲いを破るお手伝いもいたぞ。その代わり志村殿にご加勢願いたい。
猛虎の狙いは本土であろう。じきに対馬を去る。槍川は滅びぬさ。助けなしでな。無念ではあるが。鷹を探そう。とんだのなしだね。まだ時はある。島中が襲われてる。次は槍川なんだよ。これでもわからないなら大バカだ。鷹は毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄の余りがある時は親方の真似をしてたね。鍛冶屋とは会えた。代替わりして親方はもうどうでした。宇治政のやつは守り抜けると思ってる。腕利きの弓取りらが宇治政の命に背き、猛虎を討ちに出てから行方が知れぬそうです。そやつらを見つけ猛虎の囲いを破れば槍川と結べるやも。元槍川で落ち合おうじゃないか。弓取りを探そう。クロードの戦いを見せてやるか。次はあの土を持ってた。あんたが使わせてもらってたやつ覚えてたより。ばっかり。足の指が6本もあったじいさん、この辺りに住んでたよね。言うな、タカも呼んだのか。来るなって言ったんだよ。俺にも手伝わせてください。槍川に残っても役に立ちませんし。死なれるよりはマシさ。消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう。励みます。お邪魔にはなりません。わかった。だが用心し、ユナに従え。承知しました。手がかりはあったか。この辺で見たって話だけど気配はないね。探してみよう。俺の人形をこの辺に埋めてたよね。覚えてたの。気に入ってたんだぞ。猛虎が死んでおる。私じゃない。焼き傷があるな。でも矢がない。誰かが抜いた。また使うんだろう。かなりの腕前だな。足跡3、いや4人だ。どこへ行ったのでしょう。調べよう。ここではコオロギを取ったな。よく来てたね。それに竹を編んでカゴを作った。なんでコオロギ取りしてたか覚えてる。いや、母さんから遠ざけるためさ。腹を立てるとあんたに八つ当たりするから。コオロギに感謝しな。あの家に続いておる。侍が住んでたね。相撲じゃ負け。タカ！死ぬとこだったんだよ。中を調べよう。私は外を見る。熊が兵糧を食ったか。おかげで死なずに済んだ。ありがたや。
矢尻に譲り、三河用の皮も。座がある。ここに泊まったか。熊には食われてなさそう。弓取りはここにいた。ジェン、タカ、こっちに来て。焚き火がまだ暖かい。この家を建ったばかりだな。近くにおるぞ。猛虎の火薬を盗んだのか。いい根性してるね。足跡だ。いました。あそこの丘を登ってるね。訳があるようだな。身を低くして声を潜めろ。お侍が生きてる。こっちへ来い。槍川の弓取りと見受けるが。数は減った。兵糧を奪うため野営を襲おうとしたもののあえなく見つかってな。他にはいないの。捕まった。ここまでおったが。我らも手を貸そう。うん、腕は立つようだな。わしは大国酒井陣。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。まず野営を見てみよう。捕虜を運ぶ部隊、どうやら直に立つようだな。元槍川の向こうにある野営に向かうのだ。立たれる前に動かねばなるまい。槍川の弓取り、皆無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。行き先はつかめた。先回りして罠を仕掛ける方がいい。奇襲に向かない地形だね。元槍川はどうです。道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使える。なかなかの策士ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。猛虎はこっちに向かってる。タカ、小屋の中に隠れてて。いやだ、ここに残って俺も戦う。ジン、頼むよ。タカが決めたことであろう。じゃああんたが守ってやってね。怖いか。いえ、そんなこと。少しだけ。姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょ。まだ分からんだろうが、誰しも怖い時はある。ユナもな。あなたも。ああ、叔父上が捕らえられた時、家族を失うかと恐ろしかった。だからユナの不安もわかる。姉さんには何度も救われた。俺もだ。来たな。猛虎が近づいたら樽を射る。酒井様、動けません。お主ならできる。恐れる心を力に変えろ。やってみます。今ですか。まだだ。十分近いですよね。情け無用。戦うんだろ。さっさとやるよ。一人も逃がすな。
矢が来るぞ。早く隠れろ。隠れろ。矢に当てよくやった大黒、仲間を連れて槍川に戻れ直ちに。いやはやまさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった。共に囲いを破ってはくれぬか。宇治政殿次第だ。わしが取りなそう。噂通りだな。まれに見る豪の者じゃないか。タカ、悪いけどジンと話があるんだ。槍川で待ってる。やったよ。タカが死んでもおかしくなかった。落ちかけたし。しかし見事にやってくれたぞ。置いてくればよかった。ユナ、心持ちはわかるが、タカは赤子ではない。あの子は戦えない。素質はある。あんたは何も知らないだろ。トワにかばってやるつもりか。タカのことは私が決める。口を出すんじゃないよ。もう戻らなきゃ。囲いを何とかするんだろう。町で会おう。お戻りで。タカ、お主のおかげで槍川も戦えるかもしれん。礼を言うぞ。ありがたいお言葉。モコが騒がしくなってきましたね。我らがテムゲをなぶったからな。復讐に燃えておろう。攻めてきますかね。今夜ではない。だが我らを寝かせず、明日疲れたところに仕掛けるはず。今のうちに休め。そうだ、宇治政様の館で姉さんが話したいって。よし、心得た。酒井、来ておったか。百姓だけで侍が負けた相手に勝てる？すぐに分かる。
たも酔った方がいいね。ケンジのやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。ひどい味だ。母親のお気に入り、浴びるように飲んで。酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。タカが6つの時腕を折られてさ、あの子は連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、のたれ死んだって。姉として立派な行いだ。時として逃げることが何よりも勝る手だて。急ぐぞ。何があろうと逃げたりしないよ。堺様、姉さん、猛虎が。行くぞ。どこにおる。表門です。このままでは。止めなきゃね。あのお方、クロード様だ。クロード様、お助けを。タカ、戦えぬ者を集め館に入れ。みんな館に逃げ込むんだ。急げ。門まで迫ってる。一生懸命だ。町に入った猛虎は一人として生かしておくな。敵を通すな。踏み台、行かけよ。やりかばを守れ。Yeah!
猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは魂胆は何だ。釣り出すつもり。いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん、鷹を見ていろ。まずは敵陣をすり抜け、投石機を壊さねば。壁が抜かれた。まだ手立ては残っておる。町に戻るにも難儀しそうだ。いかん、あれは百古城の手抜け。館のそばにおるぞ。
かってこい。現れたか。己の首で恩賞をいただく。我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤せ。黙れ手向け。俺が得るのは六文銭だ。知れ事を。調子に乗るなよ。切り刻んだと誇っておったな。それもここまでだ。ゴーストオブサク。ゴーストバイタキュンバイ。ゴーストスタメカンカマシ。姉さん、町は守った。次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくともお主らは戦える。我らで異敵を打ち払い故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。
前の友が我が名将を討ち寄った。兵はあやつを不死身だと言い始めておる。お前が正してこい。陣の首を取った褒美なんてもらえるかよ。大事な菅笠衆のことはもう良いのか。陣は対馬一腕が立つ。俺の仲間では殺せん。敵を滅ぼす手はいくらでもあろう。頭を使え。あいつを殺さない手もあるだろう。黄色のうぐ終わったな。これで槍川も加わる。叔父上も喜ばれよう。